さあいよいよ準々決勝が始まります。第1ゲームとなります。意気込みを一言ずつお伺いしましょう。まずは大根プロお願いします。はい、一投一投集中して最後まで投げたいと思います。白石プロ。はい、地元埼玉なので頑張りたいと思います。頑張ってください。決勝トーナメント準々決勝です。大根屋プロ対白石プロという顔合わせになります。大根屋愛プロです。兵庫県の出身です。天秤を残しました。大根屋プロの勝ち上がり、ここまで1回戦2回戦突破を果たしました。準々決勝を終えて4位通過を果たした大根屋愛プロです。こちらが白石純子プロです。地元埼玉勢です。こちらも天秤です。同じようなスタートですよね。はい、白石プロはシードで2回戦松原プロを破ってこの準々決勝まで勝ち上がってきました。大根屋プロはここはしっかりカバーしました。準々決勝が終わって8位通過が白石プロ、大根屋プロは7位通過の大石プロと対戦するか、8位通過の白石プロと対戦するか、この2者択一で白石プロとの対戦を選びました。白石プロはここでオープンとなりました。万内さん、はい、この2人の対戦というのはどんなところが見どころなんでしょうね。あのボールのですね、曲がりはあの白石プロのが大きいんですが、今、あのミスをしましたように、あのちょっとやっぱりバウンドが曲がるということは天秤がちょっとね残った時に怖いですよね、はい、今まして1フレームミスをしましたので、あとはレーンがリオイルしたということで、はい、少しこうコンディション違いますので今までの準決勝と、ですのでちょっとこの辺はあの自分で考えなきゃいけない、そんなに、まあ、最初のうちはスコアが出にくいかもしれないですね、はい、だからまあイージーミスをした方が負けかなという感じしますね、この対戦は。白石純子プロです。この天秤は小林さん、はい、やはり皆さん苦労されているようですね。そうですね、先ほどの投球より若干出し気味に攻めていたようにも見えるんですけども、やはり角度ですかね、まだ飛ぶ気配がないですね、はい、小林さん、レーンコンディションは、はい、昨年投げてみて、はい、こう難しいとか優しいとかどんな印象だったんですか。私の場合はちょっと幅はあったなとは感じたんですけども。あ、そうですか、はい、ああ、引きの人だとどうでしょうね。白石プロスペアです。万内さんは今大会どうご覧になってますか。はい、実際レーンコンディション的にはですね、長さ的には42フィートで30フィートまでは結構あの10枚と10枚の間がアルツメに入っているという状況なので、割と外目は曲がりやすいとは思うんですが、今ちょうどその今朝スタートした時にあのノーオイルを取って乗せてますんで、若干ちょっとこう先の入りが甘くて天秤がちょっと残っているという感じしますね。さあ、ここは大根屋プロ3度目のチャレンジで天秤を倒してきました。ストライクです。かなりいい投球ですね。少しクロスですね。予選の後半で思いっきり、まあ、ボールを変えてみたのが良かったということをね、大根屋プロは話しています。さあ、白石プロはどうでしょうか。万内さんどうですか。はい、少しですね、自分の感覚よりも
早く親指が抜けてしまって少し中指薬指に乗ってる時間がいつもよりも短いんですね。曲がりはあるんですけども、ボールの威力っていう意味ではちょっと落ちてると思うんですよ。だから多分本人は一番それを気にしてるんで、もう少しあのフィンガーで長く持ってる時間がついてくればピンは飛んでくると思うんですけどね。ナイスカバーです。白石プロは基本的に右に向けられるコンディションが好きで、このコンディションは苦手ではない。そうですね、天秤が飛ばなくなると、はい、とことん飛ばない感じがするということで、はい、話しています。第4フレームです。ボールが曲がる人が天秤を飛ばしに行くとスプリットになる可能性もあるんで、ちょっと怖いですよ。で、逆にあのオーネアプロの方がボール曲がりませんから、少しボールがこう右に抜いてしまうと今みたいにカウントダウンという可能性もあるんで、白石プロの、まあ、スプリット、それからオーネアプロのカウントダウン、これがなんか勝負の分かれ目になるのかなという感じしますね。まだ早いですね、はい、ヘッドピンを外しました白石プロ。小林さん、ここまでご覧になっていかがですか。そうですね、まだ投球にばらつきがあるのかなというふうに見受けられるんですけども、はい、しっかり投げていくと、まあ、この先飛ぶようになると思うんですが、ね、スペア取れませんでした。オーネアプロ、あのスペアは難しいんですよ、あの1投目でボールで取りに行っても曲がっちゃって5番ピン置いてくる。今あのオーネアプロは2投目のボール、いわゆるセカンドボールで投げたんです、スペアボールで投げたんですが、それは曲がりきずにスプリット5番ピン残りましたよね、はい、こちらもです。どちらが抜け出せるのかなという、まさにその通りですね、感じですね。川地さん、はい、白石プロはボールを取りに行きまして変えましたね、ここは小林さん、はい、思い切ってやっぱり変えるという勇気ですかね。そうですね、もう飛ばない飛ばないと思っている時にはやっぱり何か大きく変えた方がいい。マジでですね、オーネアプロ、はい、はい、白石プロなんですけれども、先ほどは ABS の秋スイング3を使っていたと使っていたんですが、はい、今度はコロンビアのオーメンに変えたようですね、はい、緩やかに曲がるタイプですね、まあ、ラインもちょっと変えましたしね、はい、あのタチチャも右に寄せて右から2番目 の天ボードというスパットをまっすぐのような感じなんですが、少しちょっとあの引っ張り気味っていうんですかね、ですからボールが先で動いちゃいましたね、はい、白石プロは2回戦は同期の松原プロを下して立ち上がってきました。松原プロとはお揃いのユニフォームを戦ったんですね。さあ、そろそろストライクが欲しい白石の。そうですね、あのオーネアプロがワンミスノーダボで180ペース、白石プロがツーミスノーダボですから170ペース、ワンマーク差ですよね。ですからここ来るとオーネアプロはいいですね。あー、できましたね、オーネアハイプロダブルです。はい、どうぞ。はい、使用しているボールは ABS コロンビアスマックダウンですね、はい、このボールは非常に合っているなと感じているので天秤が飛んでくれるということになりました、はい、今はねちょっとラッキーだったんです。自分では狙ったところでちょっと左行っちゃったんで、もう4番ピンが残りそうだなっていうところで今ボールが我慢してストライクになりましたね。白石プロ来ました。小林さん、ここは大きなストライク来ましたね、うん、そうですね、やっぱり大きいですよね。
ほっとしますよね、ラインとあのボールがピタッとありましたからね、うん、これからですね。第7フレームです。大根アイプロ、そうですね、ちょっと親指が残った分ボールが一つ先行ってしまったので点数だったですね。ターキーは来ませんでした。22点差ですから白石プロ、ここ絶対ストライクですね、勝ち上がるためには。ここ来ないと気持ち的にも逃げちゃいますんで、はい、白石純子プロ43期です。ちょっと出ちゃったかな。そうですね、微妙ですね、乗り切れません。師匠は時本光子プロ。お互いにスペアを狙います。ここまでオープンフレームが一つありますが、大根アプロ全体的にはあのバランスがいいですよね、はい、あのスペアの時のタイミングもそうですし、1投目のタイミングが変わらないですよね、はい、白石プロもスペアです。小林さん、はい、終盤に入っていきますが、はい、どうでしょう、感じとしては2人の投球は。そうですね、やっぱり我慢は大切だと思うんですけども、白石プロがだんだんとタイミングが安定してきたなと思いますので、ここからさらにストライクが持ってこれるかなとは思うんですけども、はい、そういう何か雰囲気はありますか。そうですね、今の天品を取りに行くときですかね、タイミングよく抜けていたので、はい、大根アイプロの投球フォーム。新人戦は今年で4回目、去年は予選敗退でした。白石純子プロストリートまで勝ち上がってきました。さあチャンスが巡ってくるか。大根アプロはペアです。万内さん、はい、勝負どころに入ってきました。そうですね、あの白石プロ、ご覧のようにオールエースが204、大根アプロがダブルがなければ200点台ですからね、勝負になりますんでね、はい、だからここは本当に必要なファウンデーションですね。ボールがちょっと出てたんでそれを調整していくのか、もうそこでもう一回あのボールの強さっていうんですか、曲がりを信じて投げるかどっちかですね。白石プロ振ってきた、どうなった、ナイスね、天品もしっかり倒しました、ダブルです。あの半分開き直ったような感じですよね。もうここ来なかったら終わりなんで、もう自分の投球をしようと、だからボールが出ちゃってもいいやって感じ、ちょっと出ちゃったんですよね。でも戻ってきてストライクですよね、まあ、あの白石プロの特徴ですよね、これがね。大根アプロにもプレッシャーかかる。ああ、よく飛んだ。しっかりストライクをかぶせてきました。ここのストライクは大きいんですよね。あのカウントの5っていう1本リードしているのが守れたんで、ええ、はい、あのもう本当にテンフレームの1投目ストライクくれば有利になりますよね。だから白石プロに対してもプレッシャーかかりましたよね、今ので、ええ、はい、綱引きの状態が続いて最終テンフレ、白石プロ声が出ましたが、はい、少しあの 左歩いてボールの落ちる位置がなかったですね。ですからそこはすごく油があるので、ちょっとボールが行き過ぎてしまいましたね。悪くはないんですよ、はいはい、ちょっと角度が足りなかったですね。で大根アプロは、マークがつけば190台ですからね、勝ちですね。意識します。
するでしょうね。そうですよね。天品よりは風景の方がいいっていう考えもありますよね。今なんかはね、厚めに放った方がいいかなって、はい、天品はどうしてもいくらスピアボールでいくって言っても嫌なもんですよね。プレッシャーかかるとね。まあ、小林プレーで言えばセブンピンですよね。はい、ね、6校の初優勝の時でしたっけ、はい、あの左側の4番7番が残って全然臆することなくスペアを取ったってあれがもう素晴らしいなと思ったんですけどね。もう自分で計算できていなかったですね。取らなきゃと。ある意味よかった。はい、これで決まりですね。はい、まであの親指の抜けがもう少し遅ければっていう多分感じだと思うんですけど、はい、もうそれが調整できずにこの1ゲームやってましたね。自分ではこんな感じじゃないと思ってるんですけどね、白石プロは181、ゴーネアプロが194ということで、ゴーネアアイプロが準決勝進出を決めました。小林さんいかがでした。用意した後のこの天秤の飛びの悪さがこの後どう変化していくのかなと、そこがちょっと気になります、ね、そうですか、はい、